川瀬良です、ユニバーサルメッシュ VR、はい、今回の VR をお届けするのは、まあ、前日に引き続きですね、ディスカバリーレストランの様子を VR で、見ていきましょう。はい、じゃあね、注文からしましょうかね。ここは VR 映えするレストランだよ、ね、いろんなところを見てくださいね、はい、では注文からいきますかね。みんなね、多分ティラノサウルスの巣かプテラノドンの翼が有力な候補だと思うんですが、僕はね、今回注文するトリケラトプスの尻尾がねお気に入りです。基本的にフィッシュ好きなんだよね。ちなみにテーブルサービスのレストランになりますので、ワンオンが使えるはずです。決まってるで大丈夫です。ビールコンボとかもあるんだな。そうバックリブいつか食ってみたいな。 2,3 人前あっから1人じゃ食い切れないんだよな。はい、じゃあワオンページ行きましょう。はい、トリケラトプスのスコープレート1つ。レシート見せてもらいますね、はい、こちらですね。はい、じゃあそのまま少しお待ちくださいね。はい、このままだけ出来上がりますからね。冷やしてきてますんで、はい、温かいうちに美味しく食べていってくださいね。はい、トークなどは近くのスタンドからお待ちくださいね。
VR カメラ、ハウディ、チェスターセラです、ユニバーサル飯というわけで、今回ご紹介するユニバーサル飯はこちらでございます。はい、こちらですね、トリケラトプスの尻尾プレート、お値段1490円でございます。白身魚のフライになってますね。はい、じゃあ早速いただきましょう。はい、それでは白身魚のフライです。早速いただきましょう。VR カメラの方はどこに持とうかな。ここでいいかな。ちょっとやりにくいかもしれないけど、まあいいや。本当ね、プレートだからね、起こして見せられないのが残念無念ってところなんですけど、よいしょ、ちょっと VR 側の方の電源を置きますかね。はい、では白身魚のフライっていうと、この間アップしたハリーポッターのやつなんだっけ、フィッシュ&チップスか、あれを思い出すけど、こっちもね、こっちの方はね、フィッシュ&チップスより安いんだよね。で、この大きさっていうか、ぐちゃぐちゃになっちゃいそう。赤飯みたいなこのご飯、これね、古代米です。ジュラシックパークをテーマにしてるだけあるよね。
美味しい、体に良さそうで、うん、まあでもちょっと意識高い感じの店に行ったりすると古代米ってあったりする。そんな意識高い系の、ね、古代米がいただける店はこうジュラシックパークの中のディスカバリーですよ、ならではですね、はい。忘れちゃいけないので、ソーセージ。普通のソーセージか。普通のソーセージですね。チョリソーではないです。普通より若干長めかなっていう感じがします。結構長いです。それと、これはね、見せにくいんだけど、コーン。これがあるべき姿だね、コーンのね。ハリー・ポッターはあれはやりすぎだと思うんだよ。それと、ブロッコリー。一草じゃないですね。豪快に入ってる感じがしますから。うん。腕ブロッコリーね。よいしょ。はい。まあ、そんな感じでございます。ちなみにこのディスカバリーレストランはもたもた食ってるので恐竜が襲ってきますから皆さん気をつけてください。というわけで、ディスカバリーレストランからお届けしてきました。ユニバーサル飯、本日のメニューはトリケラトプスの尻尾プレート、1490円です。パーク内のテーブルサービスの食事にしては非常にリーズナブルだと僕は思いますので、これおすすめです。皆さんもぜひ一度お試しください。以上、ジェスさんでした。では、次の飯でお会いしましょう。さよなら。はい、じゃあ VR 版の皆さんも、さよなら。